どうも、コバイツの嫁、小林かなです。今日もボーリング場に来ています。クォーターカップの3回目を投げていきたいと思います。ちょっとね、今日はね、混んでて、で、初級レーンと中級レーンでどっちが合うかなって試し投げしたかったんですけど、もう初級レーンは空いてなかったのでね、空いてるところでもうぶっつけ本番で投げていきたいと思います。頑張るぞ。あ、ドキドキする。土日祝日3連休あったじゃないですか。一切ボウリングやってないのでめっちゃドキドキしてます。できるかな。よし、頑張る。めちゃくちゃ派手だね。すごい、動揺してる。これね、今思ったんですけど、暗くなってるからオイルが跳ねてるところがすごい見える。ちょっとね、今日は難しい戦いになるかもしれない。やばい、例が全然読めない。ガンガンに落としちゃった。
ちゃめちゃ曲がる。どうしようかな。はい、ちょっとね、曲がりすぎるので、これいきたいと思います。27、ちょっとやばすぎますね。あー、ぶっつけ本番ダメしくったな。3連休ぶりだっていうのを忘れてましたね。わかんないですね。どっちもハマらん。やばい、ピンチ。はい、1ゲーム目やばすぎます。ちょっと2ゲーム目、3ゲーム目、もうちょっとこれ今回の3回目の挑戦はもういいやった感じなんで、レーン読みをちょっとやりたいなと思います。ちょっと読めないと。はい、2ゲーム目投げていきます。
Yeah.
でした。本当にやばい、恥ずかしい。はい、3ゲーム目です。ちょっと目をしっかり読みたいと思います。このままでやばい。
置を調整してます。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。